無理です。あ、三曲。でもこれ初めて見る人もいるからさ、キュート初めて見る人にまず弾箱は絶対入るでしょ。弾箱は絶対入りますね。弾箱ダンスで箱はもう伝統入りだから、うん、俺もしかしたらアイドルソングの4番バッターかもしれない。あ、そうかもしれないです。ダンスデバコンが4番で、2番が初恋サイダーと思います。未だに伝説だもん。そうです、未だに地下アイドルの現場行くとみんな歌ってますからね。名曲だよね、ぶち上がるもんで、ね、困った時の初恋サイダー。そうです、そうです。1番初恋サイダーでこれいいね。ああ、ちょっと打順考えるの、アイドルソングでいいですよ。ラームってあるじゃん。はい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 、これですね。俺はやっぱあれが2番だと。ああ、強い。いや、あれ今だかあるの俺の中で。あれ今だか、あの曲はもう一気に景色も変えるし流れも変えるし、ファールで粘るみたいな要素もあるね、俺の中で。このラームはコールもかけやすいですし。そうね、ファンもリフトしだすし、ね、そうそう、で踊りも真似しやすいから、やりやすいし。2番ラームって1番初恋サイダーでいい。1番初恋サイダーっていいよね、はい、スカッとしますね。しね、もういきなり先頭バッター感っていうか、うんうんうん、気持ちいいね、このチームいいね。初恋サイダー、2番ナーブ、4番弾箱だけ決めさせて。そうそう、3号大事だよ。つなぐこともできるし、返すこともできるんですよね。そう、俺ね、6番あたりに大器晩成入れてる。あめちゃめちゃそこでアンジュ出してくるのはずるいっすよ。いやー、やられた。今取られました。アンジュルム好きですよ。アンジュルム好きです。タケちゃんはやっぱ僕の中でおかえちゃん枠なんで。たけちゃん、たけちゃんも大好きなの。たけちゃんも散々なんかいろんなところでいじっても舞台見ると衝撃を受けるっていうか、大器晩成はやっぱりさ、あれつんく♂さんじゃないっていうのも含めて、そうなんですよね。そこもポイント高いですよ。やっぱたまにさ、ハロープロでさ、つんく♂さんじゃなくてつんく♂さんに影響をちょっとだけ入れて全く違うテイストで更新する曲みたいな。はいはいはい、あれですかね、最近の話だと歌方サタデーナイト。はい、もう、もう まさに、ね、まさにそうですよね。あれも超いい曲よ。はい、めっちゃ好きです。いやー、もう歌方サタデーナイトって俺ちょっと泣きそうになっちゃう、ね、なー、わかります。もうちょっとね、本当に、うん、だけど例えば前で言うとメロン記念日の恋人になるよとかも、はいはい、はい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 、ちょっとファンクっぽいんですよ。岡村康之っぽいんだけど、うん、でもあれつんく♂さんじゃないんだよね。すっごいいいんだよ、あの曲。だからやっぱ時折その出るそういうのがまた好きな中で、代表曲としてやっぱ大器晩成を6番に。はい、強いな、6番強いな。でもこれ欅とか乃木坂も入れちゃったらもうほんと気にないのか。でももう3番5番とかで考えるとね、3番あたりにガールズルールとか入ってくるんですか。いや、いや、どうすか、引っ張りすぎてます。3番って結構大事ですからね。ガールズルール7番くらいで器用に立ち回ってくれそうですもん。3番ビッシュだな。ビッシュ入れとかねえとこれダメだ、問題になっちゃうな。なんなら長打バッターですよね。あ、じゃあ5番かな。5番をビッシュのプロミス、オーケストラもいいけどな、まあ、オーケストラから入ってきた人多いからね。うん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 、まあオーケストラ行っとこうか。7番ガールズルール、6番大器晩成抜群だと。3番を探さないといけないよ。いや、これはもうちょっとコメント欄でみんなちょっとちゃんと自分の打順返すよ。欲しいですね。もうね、ハロプロこんだけ入れたから、うん、もう1個入れちゃうと。そうなんですよ。ちなみにモームスはどの木が好きなの、どのあたりが好きなの。私はずっと田中玲奈さんがすっごい好きで。じゃあプラチナ木も好きなんだ。プラチナ木も全然大好き。俺もプラチナ木がやっぱみんな好きって言って聞き始めてから好きやわあれ、ね、音楽としてね、めちゃくちゃいいよね、あの辺ね。レベルが高いですね。その後の EDM 路線も超好きやけどね、うんうんうん、道重さんリーダーになっていく感じのあそことか、はい、もいいです。いいよね。いいです、めっちゃいいです。どれ3番代打くらいで、私スマイレージの曲入れたいですね。いや、まあでもそれね、アンジュラム入れてる限りはちょっと俺は、ね、厳しく言っちゃうよ。ちなみにスマイレージだったら何がいい。あー、でも夢見る15歳とかがいいんです、ね、最高。もうあれもほんとクラシック、初恋サイダーと一緒ですもん、はいはい、クラシックアンセムですよ本当に、うん、今後ハロープロがずっと歌い続けるべき曲やしね、
どんな時でも歌い続け、分かる分かる、かれていくだろうって曲。いや名曲だね。お一番で初恋祭で故障したら一番15歳でビートも上に、そしてちょっと故障してちょっと今治療に専念してますって言ったら、ナーブを1番とかで使うんじゃなく、夢見る15歳で始まった。 そのくらいあの体も強いんですよ、夢見るシティは。だからあのダイソー要員としても用意しておきたいよね。俺はね8番は夜明けブランニューデイだね。夜明けブランニューデイ、ベイビーレイズジャパンのアンセム。やっぱこの曲はやっぱり未だに残ってるし、アイドルのフェスみたいなのが始まって TIFF とかアットジャムとかを出させてもらってる中で、肌感覚で現場の中でアンセムになっていった曲って感じかな。やっぱこの曲だけ特別ななんか意味があるのかなって感じがするんで、ここは、まあ、それこそ今のアイドルグループに歌い継いでいってほしいかなっていう。仮契約のシンデレラはどうですか。ああいい曲だね。いやそれいくとモモクロどうなんだって話、そういう話になっちゃうんですよね。私モモクロ先にエビ中いっちゃったらモモクロどっち取るんだっていうことだよね。俺はでも最近さ、エビ中がさ、やっぱこうセットリストの中でやっぱこうイベントとか出た時にやっぱ入れる最後とかにあるジャンプって曲わかる。はい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 、どエモいけどね。どエモい、あの曲好きよ。ちょっとねエビ中は本当にエビ中曲迷うね。迷いますね。でもヒャダインさん一曲入れときたいもんね、やっぱね。でもそこで立ちはだかってくるのがやっぱももクロなんですよね。いやもうももクロもちょっとレジェンドだからさ、落合博満みたいなもんだからそうですそうです本当にもう今現役ではないっていう形にしちゃってもいいよ。監督監督的なとこあるから、ヘッドをももクロにします。いやそれは分かるよ、気持ち分かるよ。ないんですよ。うん、怪盗少女なんてやっぱり4番で置きたい置きたい、うん、ただやっぱね落合なんだよもう。そうそうそうもうそれはもうモルツがやってるモルツチームだろ。OB の野球大会のほどマスターズにやっぱ、いやすごいんだよ、もうすごい曲なのよ、すごすぎて。やっぱちょっとねもうレジェンド枠かな、うん、キラカードを現役で使っちゃいけないみたいな感じですよね多分ね。まあそうはね、本当はね、まあ今は俺たちはちょっとでもダンマゴの前を打つってことを想定して3番作りたいからさ。そうなんですよね。まあエビ中いいような気がするよちょっと。うん、エビ中でいっちゃう。電波組とか全然、私ちょこっと入ってました。俺ね電波組の中で1曲化石サイダーさんが作った曲で、口づけ希望のって曲が、へえ、そうなんですか。それが超好きさ。おー、初期の電波組の名曲ですね。ちょっと聴いてもらっていいですか。化石サイダーさんなんて、まあ、いわゆる渋谷系の、うんうんうん、おしゃれな入りですね。そうなんですよ。アイドルらしくなんです。まだ俺ほっぺが赤くなってきてる。おしゃれなのに可愛い。これちょっとラップになるんですけど、はい、でこれがちょっと、はい、いいですか。これ9番に入れさせてくれたら3番決めていいですよ。いやこれいいですよ、小技聞かせられますし。これ当時電波がバーって上がってくるときにライブアイドルっていうか、もちろんももクロもそうだったんですけど、ライブでどんな圧倒的なパフォーマンスをするか、だから BPM がどんどん速くなっていくみたいな。ヒャダインさんの曲ってそこにもすごくピタッとフィットしてたし、電波組もそういう曲が多いんだけど、この曲は急にこの化石サイダーさんが作った楽曲すごく重視で、しかもちょっとこう歌い回しもチャラさんっぽいとか、90年代の渋谷系を放出させるというか、そもそもそこにやっぱ化石サイダーさんもまあ、乱暴な言い方するとちょっといたところもあって、俺はこの曲が完全に接吻のアンサーソングだと思うんですよ。俺個人的に接吻っていうのは渋谷の街の、まあ、ちょっとアダルティーな大人っぽいあの時の渋谷の街中でそのキスをする、でもその自体がすごくこう幻惑されてる、ちょっとファンタジックの歌なんですけど、オリジナルラブの。でこれがやっぱそれを秋葉原の舞台に変えて描写されてるっていうか、じゃあ今の言葉だと何かって口づけ希望ぬっていう、まあ、僕アイドルソングの本州さんってアイドルソングって一口に言うけど音楽のジャンルじゃないから、うん、逆に言えばいろんな形の音楽やっていいから、そこが面白いじゃないですか。それをアイドルが歌うことによってまた全然違 こうテイストになるというか、完成品になるところにすっげえ惹かれてるん で、これ9番に入れさせてくれんなら
3番の決定権あげる。いやもう入れましょう入れましょう。じゃあこれ口づけボンド9番で。こんなね、多分変速球が来ても口づけボンドなら返せますよ。そうなったら3番は任せるよ。だから3番、いやーでもやっぱりエビ中になるのかな。いやエビ中3番全然反対ないよ。いやーそうですよね。どっかにやっぱヒャダインさんというか、うんうん、そこは入れたいんですよ。スターダストファミリーは入れたいんです。そうですね、スターダストという一曲として仮契約のシンデレラを、うん、当番組は支持するということでいいですか。はい、当番組ははい、じゃあ3番目仮契約ですが、いやこれはいい打線できたと思いますよ。はい、我が大の字中学校のアイドルアンセムコンピレーション1番初恋さ、一番初恋サイダーも最強だね。強い、走るよまた、うん、で、2番さん、これ送りバントも打つもどっちもファールで粘ることもできますから、はい、小技が効きます。小技も効きます。で3番仮契約のシンデレラ、まあこれは一番だから今円熟期ですよ。選手としても10年まだ行ってないですよ、うん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 、8年目ぐらいだよね。いいとこ一桁に背番号変わったからみんなファンが買い出す頃です。ファンが買い出す頃です。で4番はもう堂々ダンバコ、この4番です。0点で抑えられた時流れを変えるホームランをね、うん、打ってくれるというかね、うん、5番のオーケストラがここで来ますか。だから子供とかこう野球見たことないこう女性のファンはオーケストラから入ってくるんだろうね、うん、このチーム、うん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 、そうですね。で6番ここで待機満星、いやもうこれはもう一生新人ですから待機満星っつってんだから永遠の若手枠ですね。永遠の若手枠いいですよ。6番返しますよ、たまったランナーそして7番にガールズルールこれ他チームが一番羨ましがるやつ。えガールズルール7番を打ってんのピッチャー休めないじゃんそうです、あの日本代表の8番村上宗隆と同じくらい羨ましいと思います。そう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 、村上が8番打ってんだからそうそうそう、いやそして8番を夜明け村切れ、これはぜひ皆さんあのね MV も見てください。本当にいいかレジェンド級の曲で、まあ、この曲って、まあ、一つちょっと裁量を投げるみたいなパフォーマンスがあって、それがちょっと炎上しちゃってね当時、やっぱりやっちゃいけないことなんだけど、アイドル自らがそういうのやめてほしいって泣きながらね、こういうっていうファンに向けて言うっていうことがあった中で考えさせられた曲でもあるんだと、この曲は。そして9番は、まあ、私のちょっとおすすめ口づけ疑問、はい、音楽っていうのはもうこれタイムフリーもうタイムレスなことで楽しんでもらいたいって気持ちも込めてね、うん、名曲中の名曲です口づけ疑問。そして控えとして夢ベル中15がもうダイソー代打で控えておりますからですね。足も速いし打てるし、そうとかパ・リーグ行ったらレギュラーじゃんっていうそうそうそう、あでも初恋サイダー故障したらもう夢ベルっていう一番なんで、うん、はい、いやこれいいよ、できましたね。これいいですよ。チャンネル登録、試食れー。